王様と私は、作曲家、リチャード・ロジャース、劇作家、オスカー・ハマースタイン2世によるチームであるロジャースハマースタイン5作目のミュージカル。1860年代初頭のシャムのラーマ4世の子供たちのガバネスであったアナ・リオノオンズの回顧録から派生した1944年のマーガレット・ランドンによる小説、アンナとシャム王を元にしている。シャム王が時刻を 進歩的にしたいと考え、イギリス人教師アンナを雇うところから始まる物語。最初は、価値観の相違から対立していた王様とアンナだが、様々な経験を共にし、双方を認めたくないながらも愛が生まれてゆく。1951年3月29日、ブロードウェイのセントジェームズ劇場にて初演。三年近く上演され、当時ブロードウェイミュージカル史上四番目の、 ロングラン公演となり、その後も何度もツアー公演や再演が行われている。1950年、劇場弁護士ファニー、ホルツマンは、顧客の一人である、ベテラン女優、ガートル・ド・ローレンスのための役を探していた。ホルツマンは、ランドンの本が、理想的であるとして、ロジャースハマースタインに連絡を取ったところ、当初難色を示していた彼らも結局ミュージカルの、 制作に同意した。二人は1946年に映画アンナとシャム王でシャム王役を演じたレックス・ハリソンが王様役に適していると考えたがハリソンは都合がつかず最終的に若い俳優でテレビディレクターのユルブリンナーに決まった。作品はたちまちヒットし、トニー賞においてミュージカル作品賞、ミュージカル主演女優賞、ミュージカル助演団優賞を受賞した。 開幕から1年半後、ローレンスは予期せずガンで亡くなり、その後、アンナ役には、複数の女優が配役され、計1246回上演後閉幕した。ロンドン公演や全米ツアー公演もヒットして何度か映像化され、1956年、ブリンナーは、映画、王様と私でアカデミー賞を受賞した。再三にわたる再演においてブリンナーは王様役を演じ続けたが、 1981年から4年間の全米ツアー公演が彼の健康を蝕み、1985年のブロードウェイ公演開幕直後に亡くなった。クリストファー・レン賞は1996年のブロードウェイ公演など主な再演を演出し、トニー賞において再演ミュージカル作品賞を受賞し、2000年のウエストエンドでも演出を担当した。 2015年のブロードウェイ再演でも、トニー賞再演ミュージカル作品賞を受賞。英語圏では、プロアマ問わず頻繁に上演され続けている作品の一つである、ラーマ4世と妻と子供たち。ラーマ4世の隣に、後継者、ラーマ5世がいる1861年、シャムの国王ラーマ4世は、大体57歳となった。 人生の半分ほどを層として過ごし、学問に熱心であり、仏教の新たな作法や、腹違いの兄ラーマ3世に捧げる万国の寺院などを創立した。何十年にもわたる修行の間、ラーマ4世は、禁欲的な生活や西洋の言語を習得した。1850年のラーマ3世没後、ラーマ4世が即位した。当時ヨーロッパの多くの国々が、 東南アジアを支配しようとし、アメリカの貿易会社はその恩恵を受けようとしていた。ラーマ4世はシャムを独立国として守り抜いたが、後継者など、祭子の一部には西洋文化に慣れ親しませた。1861年、ラーマ4世はシンガポールのエージェントのタン、キムチンに子供たちのためのガバネスとしてイギリス人女性を探してくれるよう頼んだ。当時、 シンガポールのイギリス人コミュニティは小規模で、すぐに植民地で小さな保育所を経営するアナリオノーンズに声がかかった。リオノーンズはインド陸軍兵のアングロインディアンの娘で、ホテル管理人、トーマス・オーエンズの未亡人であった。2年前にシンガポール入りしており、上流階級の将校の未亡人で、ウェールズ生まれのため、肌色が濃いと語っていた。 王様と私が執筆されるまで没後長年、リオノーンズの身分差証は明らかにされなかった。海軍の制服を着たラーマ4世とラーマ5世王から正式な招待状が届き、リオノーンズは娘、エイビスにイギリスの一流教育を受けさせるためイングランドの学校に進学させ、5歳の息子ルイスを伴い、バンコクに向かった。ラーマ4世は、 地元の宣教師に祭祀を教育してもらおうとしたが、宣教師たちはこれを機会に回収させようとしたため、宣教師でないイギリス人を探していたのである。当初、リオノーンズは月額の給料としてシンガポール通貨で150ドルを要求した。他に西洋の人々とのつながりを保つために宣教師たちのコミュニティ内または近くに住むことを要求した。 ラーマ四世はこれに敏感に反応し、ここにはもう、キリスト教の教師は必要ないとの手紙を送った。ラーマ四世とリオノーンズは、月額の給料100ドル、宮殿近くに住むことで合意に達した。当時のバンコクの交通手段はボートであり、ラーマ四世は、毎日の通勤は望んでいなかった。リオノーンズとルイスは紹介された、最初の家が居心地悪いとして一時的に、 クララホーム首相邸に住み、その後宮殿から徒歩圏内のレンガの家に引っ越した。バンコクの気候では木造の家屋は腐りやすいのである。1867年、リオノンズは6ヶ月間の予定でイングランドに娘、エイビスを訪れるためバンコクを離れ、ルイスをアイルランドの学校に行かせて、エイビスをシャムに連れてくることになった。しかし予期せぬ皇帝の遅れにより、 1868年後期に、ラーマ4世が病死する頃にもまだリオノーンズは、シャムに戻れずにいた。結局、リオノーンズは、シャムに戻らなかったが、かつての教え子で新たな王となった、ラーマ5世とその後も連絡を取り続けた。1950年、イギリス人女優ガートル・ド・ローレンスのビジネスマネージャーで弁護士のファニー・ホルツマンはローレンスが、次に出演する作品を探しており、 マーガレット・ランドンのエージェントからリオノーンズの経験を元にしたフィクションで1944年のランドンの小説アンナとシャムオーが送られてきた。ロジャースの電気作家マール・シー・クレストによるとホルツマンはローレンスが落ち目になってきていることを心配していた。51歳のローレンスは1943年に閉幕した闇の木夫人以降ミュージカル出演はなく、 演劇のみに出演していた。ホルツマンはローレンスにアンナとシャム王をもとにしたミュージカルが最適だとして、この小説の舞台化の権利を買い取った。当初ホルツマンはコールポーターが作曲してくれることを望んだが、断られた。次にノエル・カワードに頼もうとしたが、マンハッタンでハマースタインの妻ドロシーと偶然であった。ホルツマンはドロシーに、ロジャースハマースタインに、 ローレンスの出演作の制作、およびホルツマンが送る本を読んでほしいと頼んだ。ドロシーおよびロジャースの妻ドロシーも小説を読み、夫たちにミュージカルに適していると勧めた。1925年にアンドレ・シャルロのロンドンレビュー、ブロードウェイ公演および北米ツアー公演で共演したことから、ドロシー・ハマースタインとローレンスは知り合いであった。オスカー・ハマースタイン二世。 ロジャースハマースタインは、ランドンの小説は、ミュージカルの原作としては、好みではなく、保留となった。シャム王が問題を起こしてアンナが解決しようと、するという流れ以外は、シャム宮殿の生活の描写で文化の違いの説明が、散在していたのである。小説が脚本化された1946年の、アイリーン・ラン、レックス・ハリソン主演の映画、 アンナとシャム王を鑑賞するまでロジャースハマースタインはミュージカル化に結びつけることができなかった。ロジャースハマースタインはスター作品を書くことについても心配であった。スターを配役することよりもスターを作り上げることを好んでおり、またローレンスの出演料が高額になることが予想された。ローレンスの声も心配であった。 年齢が上がり生域は狭く声量はなく低めになってきていた。ローレンスの気象も問題であった。以前のように歌えなくなってきていたが歌姫たる行動で知られていた。しかし、ハマースタインが魔法の光を放つと例えるほど演技力には信頼を置いており、ローレンスを舞台に上げるべく二人は公演の制作に同意した。ローレンスは1五十三年六月一日まで、 出演し続けること、及び出演者、演出家に文句をつけないことを制約し、ロジャースハマースタインが権利を握った。ハマースタインは、エイブラハム・リンカーンについて書かれた、ランドンのシャムの奴隷の記述に一歩踏み込んだ。最終的に、アンクル・トムの小屋を表現する、ダンスシーンを取り入れた。王様とアンナの恋愛感情をはっきり描くことは、両国の教育や、 監修上不適切であり、代わりにハマースタインはタプティムと学者のルンタの愛を描いた。ちなみに、ランドンの作品ではタプティムと僧侶の関係に恋愛感情はなかった。小説からの基本的な変更はミュージカル最後に王が亡くなることである。ローレンスの歌声の問題により、ロジャースはタプティムとルンタにロマンティックなメロディを歌わせた。ニューヨークタイムズが身のインタビューにおいて、 ハマースタインは1950年中期、回転木馬ロンドン公園及びウエストエンド公園を離れる前に最初のシーンを書き終わり、ロンドンで2番目のシーンを書いたと語った。ロジャースハマースタインはタイ語を音楽に乗せるのに苦心した。ロジャースは1928年にロレンツ・ハートと共に短期間で閉幕したミュージカル C1 でアジアの曲を手掛けたことがあり、 実際のタイの音楽はアメリカ人の観客には受け入れがたいため使用しないことを望んだ。代わりにロジャースは西洋人にも心地よい空虚コードと通常のコードを使用してエキゾチックな感じを出した。ハマースタインはタイ語をどのように表現するかという問題に直面し、ハマースタインとロジャースはオーケストラの音で表現する方法を選んだ。ハマースタインは王様の話し方は 多くの東アジアの言語の多くのように監視をほとんどつけずに急に大きく話す設定とした。王様の性格を反映した力強いスタイルはソロのエープソウルモントなど歌のシーンで特に表現される。最初のセリフ、フー、フー、フー,フーや王様とアンナの最初のシーンのセリフの多くはランドンの原作に書かれていたものである。しかし、王様は タップティムトルンタの日ぶりの経をやめさせるなど、小説や1946年の映画より、同情的である。ハマースタインは、ロジャースの音楽がまだ出来上がっていないうちに脚本を、ほとんど仕上げてしまい、ロジャースは困惑した。早くからハマースタインは装置デザインのジョー・ミルザナーや、衣装デザインのアイリーン・シャラフと連絡を取り、互いに連携を取りつつ、作業を始めるよう頼んだ。シャラフは、 第二次世界大戦後にタイシルク産業に携わっていたアメリカ人のジム・トンプソンに連絡を取った。トンプソンはシャラフにタイからの絹のサンプル及び19世紀半ばのタイの民族衣装の写真を送った。それらの資料の中に西洋の服装を着用したタイ人女性の写真があり、西洋の服装を着用したチャン・オォーヒが歌うウエスタン・ピープル・ファニーに着想を与えた。 振り付けのジェローム・ロビンズ・ロジャースハマースタインと南太平洋で組んだことのあるプロデューサーのリーランド・ヘイワードはアンクル・トムの小屋のバレエの振り付けのためにジェローム・ロビンズに連絡を取った。ロビンズはこのプロジェクトに非常に熱心で当初ロジャースとハマースタインは他の曲はそれほど踊らなくてもいいと考えていたが、ロビンズは他の曲の振り付けも申し出た。ロビンズは アンクルトムの小屋を大規模なダンスではなく、親しみやすいダンスに仕上げた。王様の子供たちがアンナに会うためのパレード、マーチ・オブ・ザ・ロイヤル・サイアミーズ・チルドレンの振り付けは、大いに賞賛を得た。ロバート・ラッセル・ベネットが編曲を行い、トルード・リットマンがバレエ音楽の編曲を担当した。ロジャースとハマースタインは、第一幕のアンナと王の妻たちのシーンについて、話し合った。 ハマースタインにとってこのシーンの作詞は非常に困難であった。ハマースタインは最初はアンナは妻たちに経歴を簡潔に述べるものと考えており、I was the Zeld by the s p l e n d タ r of Colcata and Bombay, the celebrities were many, and the p a r t i s very gay, セレブリティが多く、パーティは楽しかった。ディナーでのカレーを思い出す。メジャーグレーというチャツネが入っていたノイという歌詞を書いていた。 最終的にハマースタインは、経歴や目標を語るだけでなく、タプティムとの絆を作り出し、アンナと王様との衝突の火種も含め、アンナの感情を作詞することに決めた。その結果ハマースタインは5週間かけてなんとか、ハロー、ヤングラバーズを作詞した。マネージャーを通じて、ロジャースに歌詞を送り、感想を待った。ハマースタインはこの曲に自信があり、 ロジャースがどう思うか気になったが何も返事はなかった。ハマースタインはプライドが邪魔をして、ロジャースに自分から感想を聞けなかった。ようやく4日後に他の要件で電話をする機会があり、最後にロジャースは歌詞について短く良かったとだけ言った。ハマースタインと南太平洋で共に作業したジョシュアローガンはあまり良い感想を持たなかった。 ハマースタインとロジャースがあまり良い関係を見せなかったのはこれを含めて数回のみであった。王様役オリジナルキャストのユルブリンナー・ローレンス演じるアンナ役に対し王様役は助演となるが、ハマースタインとロジャースは王様役は著名な舞台俳優であることが必須と考えていた。映画で王様役を演じたレックス・ハリソンがすぐに思い浮かんだが、 ノエル・カワードの作品に出演することになっていた。オクラ・ホマ。カーリー役オリジナルキャストのアルフレッド・ドレイクは、出演量が高額であった。リハーサルまで期間があまりなく、王様役の配役が大問題となっていた。南太平洋、ネリー役オリジナルキャストのメアリー・マーティンは、中国を舞台にした1946年のミュージカル、リュート・ソングで共演した、ロシア系アメリカ人。 ユルブリンナーを提案したロジャースはブリンナーのオーディションについて以下のように語った最初の俳優の名が紹介され坊主頭の男が入ってきて舞台上で足を組んで座った彼はギターを持って一鳴らししものすごい叫び声で異教徒風に歌ったオスカーと私は顔を見合わせったこれがロジャースはブリンナーをとても美しいがとても変わっていると称した ブリンナーは CBS のスターライトシアターなどでディレクターとして確立しており舞台に戻りたくはなかった。妻、所属事務所、マーティンはハマースタインの脚本を読むよう説得し一度読んで見ると王様のキャラクターに魅了されプロジェクトに携われることを希望した。とにかくブリンナーの動脈、気まぐれ、危険、そして驚くほど神経質な王様は ローレンスの頑固だが傷つきやすい、アンナ役の理想的引き立て役となり、終盤の、シャルウィーダンスのシーンでは王様が、アンナの腰に恐る恐る手を回すと素晴らしい相性となる。アイリーンシャラフのデザインによる、夜回服を着た、アンナ役のガートルド・ローレンス1950年終盤、リハーサル前最後の準備が始まった。ハマースタインは、南太平洋同様ローガンに演出及び、 脚本の強調をして欲しかったが断られ、自分で全ての脚本を執筆した。ローガンの代わりにロジャースとハマースタインは、数年前にローレンスと仕事をしたことのある、ジョン・バンドル・テンを演出に雇った。衣装デザインのシャラフはメディアに、大ヒットマクフィナーレは、ローレンス、ブリンナー、そしてピンクのサテンの夜会服を特徴とすると書かれ、ビクトリアーサ、イギリス人がバネスの衣装を誤解しているとして、 立腹した。ミルザナーの装置プランはメインの王座のほか船やアンナの部屋など、幕前を多用し、アンクルトムの小屋のために舞台上を広く開け、これまでロジャースハマースタインと組んだ4作品中最もシンプルなものとなった。予算は当時、ロジャースハマースタインのプロダクションで最高額の25万ドルとなり、高額予算の失敗作。 アレグロを超えるとあざける者もいた。投資者は、ハマースタイン、ロジャース、ローガン、マーティン、ビリー・ローズ、ヘイワードなどであった。王子、王女などの子役は、プエルトリコやイタリアなど人種は様々であったが、タイ人はいなかった。ジョニー・スチュワートは、ラーマ5世に配役されたが、開幕3ヶ月で降板し、ロニーリーに交代した。サンディ・ケネディが、ルイス役、 ブロードウェイのベテラン俳優ラリー・ダグラスがルンタ役に配役された。1951年1月、リハーサル開始直前、ロジャースはタップティム役のドレッタモロに、ローレンスのソロ曲を含むローレンスの歌唱歌唱を歌わせた。ローレンスは冷静に聴いていたが、歌唱力不足を指摘されたのだと考え、翌日ロジャースを冷たくあしらった。 ハマースタインとロジャースはローレンスが力づくの演技によって柔軟に演じることができるのか疑問であった。コリアズ氏の作家のジェームズ・ポリングがリハーサルに参加し、ローレンスのシャル、アイテル・ユー・ホワット、アイシンク・オブ・ユーに関して以下のように記したローレンスは練習のためズボンの上にモスリンのサックバックガウン、そして寒さ対策のため方にジャケットをかけ、舞台の中央に立っていた。 ローレンスは押さえた感じで、召使い、召使いって、私はあなたの召使いではありませんとセリフを言った。その後ローレンスは徐々にゆっくりではあるが力強くクレッシェンドのようにそのシーンを演じていき、床に鏡、激怒しつつ進み出て叫んだ。嫌な人たち。あなたたちみんな嫌な奴だわ。この直後、劇場の多数のスタッフたちが拍手喝采した。 ボリングがシャラフ及び坊主頭のブリンナーと初めて会った際、その髪をどうしたのか尋ねると、沿ったのだと答えた。当初ブリンナーはその髪型を似合わないと嫌がり、断っていた。しかし試験工業の際、ついに頭を剃って、顔と同じ暗い色の舞台化粧を頭にも施した。この髪型はとても好評で、ブリンナーのトレードマークとなった。 ローレンスはリハーサルを時々病欠していたが、誰も真実を知らなかった。1951年2月27日、コネチカット州ニューヘイブンにて試験工業が開幕し、上演時間は4時間にも及んだ。高等演を患っていたローレンスは衣装を着用して行うドレスリハーサルに参加できなかったが、試験工業初演がローレンスにとってのドレスリハーサルとなった。 バラエティ氏の批評家は、ローレンスは、病気を患っていたにもかかわらず、所作、演技、動き、表現が非常に素晴らしく、様々な面で観客を楽しませたと記したが、フィラデルフィア・ブレティン神は、加齢によりすでにか細くなった声はすべてを薄っぺらく、していると記した。リーランド・ヘイワードは鑑賞後、ロジャースに、早期閉幕をアドバイスし、ショックを与えた。公演を ボストンでのさらなる試験工業が控えていたが、少なくとも45分間カットしなくてはならなかった。ダンサーの一人であったゲムゼドラペは、カットについて以下のように語った、彼らは素晴らしいシーンをカットした。アンナが最初に宮殿に入ってくるとき、半年以上待っていた。あなたのドアの外で待って待って待ち続けたと歌う。最後に傘で彼を指さすか何かして、王様は、 彼女を打ち首にしろというようなことを言い、宦官たちが彼女を連れて出ていく。王様は大満足して、あれは誰だ、誰なんだと言い、自分が追い出したのは英語教師だったと知る。それで連れ戻せと言ってアンナは戻ってくる。私たちは皆このシーンが好きだった。ニューヘイブン試験工業第一幕の曲目一覧の一部、このウェイティングという曲は、アンナ、王様。 クララホーム首相のトリオ曲であった。クララホーム首相の唯一のソロ曲、フーッドリフューズもカットされた。歌う歌所の亡くなったマービン・バイが降板し、代わりにジョン・ジュリアノが配役された。ドロシー・サーノフがオリジナルキャストとなったチャン・ウォーヒの曲、Now You l v e もカットとなった。これらのカットの後、ロジャースハマースタインは、 大ヒト幕は何かが欠けているような気がしていた。ローレンスはアンナと子供たちの歌の作曲を提案した。メアリー・マーティンは南太平洋でカットとなった曲、サドンリー・ラッキーを思い出させた。ハマースタインはこのメロディに新たな歌詞を乗せ、題名をゲッティング・ツー・ノー・ユーと改め使用することになった。ウエスタン・ピープル・ファニー、I Have Dreamed もボストン公演で追加された。 ブリンナーは複雑な王様の役を発展させるのに十分な時間がなかったと感じ、試験工業がもっと上演されればよかったと語った。しかしブリンナーがハマースタインとロジャースと話したとき、彼らがどれくらいの期間が必要かと尋ねると、ブリンナーはこれで十分だろう。きっと好評だと答えていたのである。1862年、頑固な未亡人で教師のアンナが、 シャムのバンコクに王の多くのこの家庭教師として招かれる。アンナの息子ルイスは、コア表のクララホーム首相を怖がるが、アンナは恐れない。アンナたちは、クララホーム首相に連れられ、住むつもりであった宮殿に行くが、契約と違い別の家に住むことになる。アンナは乗ってきた船でそのまま、シンガポールに戻ることを検討するが、そのまま、クララホーム首相について行くことにする。 1977年、王様がアンナに子供たちの一部を紹介するシーム数週間後、アンナとルイはようやく宮殿の部屋に入居する。王様は、ビルマ王から多数の妻の一人となるべく可愛らしい少女の奴隷、タプティムが送られる。タプティムは、寺院の設計を習いに来た学者、ルンタに連れて来られるが、二人は密かに愛し合っている。一人になったタプティムは、 自分は王様の所有物になるかもしれないが、心は所有されないと宣言する。王様はアンナに初の越権の機会を与える。アンナはシャムの近代化計画の一つとして招聘されており、アンナがこれを理解していることに感服する。アンナは住居の問題を提起するが、王様はこの抗議を却下し、妻たちと会話させる。妻たちはアンナに興味津々で、アンナは オーフ太もについて語る。王様は、アンナの新しい生徒たちを紹介する。アンナは王様の妻たち、そしてその何十人もの子供たちに教えることになっているのである。王子及び王女たちが更新しながら入ってくる。アンナは子供たちに魅了される。アンナの周りに人だかりができて、堅苦しさが抜ける。アンナは住居のことを諦めておらず。 子供たちに家での生活の良さに関することわざや歌を教え、王様の尺に触る。王様は喧嘩せずともあんなが悩みの種となり、なんとめんどくさいことかと思う。子供たち及び妻たちは英語を一生懸命勉強する。子供たちは地図を見て諸外国に比べてシャムの小ささに驚く。チュランロンを王王子は地図に異議を唱え、喧騒となった教室に、 王様が入ってくる。王様は、先生の言うことを信じるようにと語るが、家に関する授業については抗議する。アンナは、自分の立場を誇示し、契約書の文面を読み上げて、シャムを去ると脅し、王様の妻子の多くは老狽する。王様は、使用人として従うべきだと語り、アンナはこれを認めず出ていく。王様は、授業を終わらせて出ていくが自分でもどうしたらいいのか。 わからない。ルンタがタップティムのもとにやってきて、秘密の関係について、互いに考える。1951年、アンナが王様の言葉を書き取るシーンアンナは、自室で怒りを募らせる。チャン王妃はアンナに、王様はイギリスがすぐにでも、シャムは保護国としようとしており、自分が西洋で未開人と思われていることを悩んでいると語った。アンナは驚き、王様は、 一夫多再生ではあるが、未開人でなどないと語るが、王様とは口論の後なので、会いたくはない。チャン王妃は、王様は、アンナの助けが必要なのだと説得する。アンナは王様のもとへ行くと、王様がどうやって仲直りしようか悩んでいることを知る。王様はアンナに、イギリスが、シャムの評価のための特命講師を送っていると語る。アンナは王様が、ヨーロッパ式に、 特命大使を迎え、妻たちは西洋の服装をすることをアドバイスする。タプティムはアンナから借りた本、アンクル、トムの小屋をもとにしたアンクルトーマスの小屋の脚本を書いており、特命大使らが来た時に披露することとなる。予定より早く特命大使が到着するという知らせが入り、アンナや妻たちは夜通しで準備する。王様と祭司は仏教式に成功を祈り、 アンナが気に入る家を持たせることをフッツに誓う。劇中劇、アンクル、トーマスの子や妻たちは、新しいヨーロッパ式ドレスを着用するが、着心地が悪い。急いで準備を進めながら、ドレスの下に何も着なくてもいいのかと話し合う。イギリス特命講師、エドワード・ラムジーが到着し、片目鏡越しに王様たちを凝視する。妻子たちは、悪魔の目と言って、パニックになり、 逃げやすいようにスカートを託し上げ走り回る。エドワードはこれにお世辞を言う。王様が妻たちに気を取られていると、昔の恋人同士のアンナとエドワードは、以前のようにダンスをし、エドワードはアンナにイギリスに戻る、よう説得する。王様が戻り、イライラしたようにダンスは夕食後だと語る。演劇の最終準備が終わり、タプティムは、周りの目を盗んでるウンタと会う。 ルンタはタップティムに駆け落ちの計画を語り演劇が終わったらすぐ逃げることにする。アンナが偶然通りかかるが、二人はアンナを信用する。語り付きのシャムバレーフェダンスによるアンクルトーマスの小屋が上演される。タップティムが語り役を務め、悪役レグリーのサイモン王と逃亡奴隷イライザについて観客に説明する。イライザは釈迦が川を凍らせ、雪で姿を隠させたことにより救われる。 その後、シャカワカワを溶かし、サイモン王とその一団を溺れさせる。ハンドレー制度のメッセージが案に込められる。グリンナとローレンスによるシャルウィーダンス。演劇の後、エドワードはイギリスの脅威は撤退したと語るが、王様はタップティムの反抗的なメッセージに不満でそれどころではない。エドワードが去ると、 アンナと王様はその夜のイベントがうまくいったことを喜び合い、王様はアンナに指輪を送る。秘密警察がタップティムの逃亡を知らせる。王様はアンナが何か知っているのではないかとうが、アンナはタップティムは多数の妻の一人なのになぜそんなに気にするのかと逆に尋ねる。王様はアンナがシャムの風習を理解していると喜んでみせる。アンナは 西洋の婚姻の風習を説明しようとし、若い女性がフォーマルなダンスを踊ることについて語る。王様はアンナにダンスを教えてくれるよう頼む。アンナはダンスを教え、言葉にせずとも、互いに愛を感じる。すると、突然、クララホーム首相が入ってくる。タプティムを捕まえたが、ルンタを捜索中だと語る。アンナは、タプティムとルンタをかばって、恋人同士であることを否定するが、 王様はタプティムを罰することにする。アンナは王様を思いとどまらせようとするが、王様は規則は規則として無知を持つ。王様はタプティムの元に急ぐが、アンナに見つめられて無知を打つことができずに出ていく。ルンカが亡くなっていることが発見され、自殺しようとしたタプティムは引きずり出される。アンナはクララホーム首相に王様に指輪を返してほしいと語る。 アンナとクララホム首相はタプティムはシャムに連れて来られなければよかったのにと語る。アンナと王様が顔を合わせなくなって数ヶ月が経つ。アンナはシャムを離れるため荷造りをする。チュラーンロンコーン王子が王様の自分の中の葛藤を解決することもできず死ぬところだという手紙を持ってくる。アンナは王様のベッド脇へ急ぎ仲直りする。王様は指輪を持ち、 ここにとどまり時期をチュランロン論公音を助けてくれるよう、頼む。ベッドに横たわる王様はアンナに、言葉の書き取りを頼み、王子に向けた王の心得を語る。王子はアンナが嫌っていた、平服の習慣の廃止を提示する。王様はしぶながら、これを了承する。王子が話し続ける中、王様は亡くなり、王子は、えしゃくをする。アンナはひざまずき、手を握って、 キスをし、祭司たちは、旧王と新王に敬意を表し、え釈する。2006年、セント・ジェームズ劇場メディアや舞台作品ファンから、ヒット作の呼び声高く、1951年3月29日、ブロードウェイのセント・ジェームズ劇場で開幕した。ハマースタインとロジャースは、心配しているふりを装った。ロジャースは、観客はその作品の出来そのものではなく、 南太平洋より出来が良いかを気にしていると不平を言った。その日、ニューヨークでは大雨であったが開園が近づくと雨はやみ、集客に影響は出なかった。原作者のランドンは初演に招待されていなかった。ブリンガーは主役を食うかのような素晴らしい演技であった。ローレンスは自身の病気をカンパニーのメンバーたちが心配していることを知っていた。 演出家のドルテンはローレンスについて、新たな魅力を備えて舞台に立つと、まるで特別な力が彼女に輝きを与えているようで、あった。彼女は晴れやかで素晴らしかったと語った。新聞各紙が賞賛のレビューを掲載し、ローレンスの士気を高め、ブロードウェイ公演の後は、ロンドンのウエストエンド公演、そして映画版への出演を予見させた。ローレンスは、 トニー賞ミュージカル主演女優賞を、ブリンナーは、助演団優賞、そして作品は、ミュージカル作品賞、衣装デザイン賞を受賞した。ゲムゼ・ドラペは、ローレンスの歌声と演技について、以下のように語った、毎晩楽屋で、ガートルード・ローレンスの声を、パブリックアドレスで聴いていると、音程が一定していないように感じていた。しかし、私が、ペイント・ユア・ワゴン出演のため交番後、 ユルブリンナーが招待席を用意してくれ、客席から見て私は彼女に引き込まれた。彼女はスターであって、音程など関係なかった。彼女はまさに作品の中心であった。とても学ぶべきものがあった。ローレンスは肝細胞がでで式が近いことを自覚しておらず、この舞台によってますます悪化していった。十二歳の時点でローレンスは三時間半の公演を週八回。 75ポンドの衣装を着用しつつ、ダンスや演技しながら、計4マイルを動き回らなければならなかった。夏季、舞台の照明の熱も、相まって、ローレンスはこれをこなすことが困難になってきたことに、気づいた。昼公演は、大役のコンスタンス・カーペンターが出演するようになった。その年の終盤、ローレンスの体力が回復し、全公演出演するようになったが、クリスマスまでに、 胸膜炎にかかって過労に苦悩し、一週間の検査入院をすることとなった。亡くなる9ヶ月前になっても、まだがんは発見されていなかった。1952年2月、帰還支援により一週間休園し、夫のリチャード・オルドリッチは、ロジャースとハマースタインに、春の復活祭の週に公演を全休園して、ローレンスの完全復帰を待ってくれないか尋ねた。 ロジャースとハマースタインはこれを断ったが、6週間、オクラホマ、アドアニー役オリジナルキャストのセレステ・ホルムが代役を行うことに決定した。一方、ローレンスの演技は衰えていき、観客の不満が聞こえるようになった。ロジャースとハマースタインはローレンスに、週8回、1500人もの観客を失望させている、との手紙を書いたがローレンスに届けられることはなかった。 8月下旬の昼公演後にローレンスは倒れ、ニューヨーク長老派協会病院に搬送された。ローレンスは昏睡状態となり、1952年9月6日、54歳で亡くなった。死体解剖により肺がんが明らかになった。葬式当日の公演は休演となった。ブロードウェイとウェストエンドの照明は落とされた。ローレンスは、 大二幕の舞踏会用ドレスの衣装で埋葬された。カーペンターがアンナ役を後継し、620回上演された。他のアンナ役大役には、ホルム、アナマリー・ディッキー、パトリシア・モリソンがついた。後にブリンナーは自身は休演したことがないと語ったが、セント・ジェームズ劇場の裏方が、舞台装置で誤って、ブリンナーの鼻に当ててしまった時と中水炎にかかった。 時に休援した。他に1952年の3ヶ月間及び1953年の数回はアルフレッド・ドレークがブリンガーの代役を務めた。子役の一人サル・ミネオはエキストラとして出演し始めたが、最年少の王子役の代役となり、その後チュラーンロンを追も王子の代役となった。ミネオはブリンガーと10年以上共演し、親友となった。 他の大役には、チャンオ王ヒー役のテリー・サンダースがいる。サンダースは1956年の映画版にも、この役で出演した。1954年3月20日、1246回、上演を閉幕した。当時ブロードウェイミュージカル史上4番目に長い、ロングラン公演の記録となった。1954年3月22日、ペンシルベニア州ハーシーにある、 コミュニティ劇場にてブリンナーとモリソンが出演した全米ツアーが開幕した。30都市で上演後、1955年12月17日、フィラデルフィアにあるシュバート劇場で閉幕した。1953年10月8日、ロンドンのドルリーレーンにあるロイヤル劇場でオリジナルロンドンプロダクションが開幕し、観客及び批評家から好評を得て946回。 上演された。この公演は、ジェローム・ホワイトにより再演出された。バレリー・ロブソンが最後の主演作として、アンナ役に、ハーバート・ロムが王様役、ミュリエル・スミスがチャン・オーヒ役に配役された。マーティン・ベンソンがクララ・ホーム首相役を演じ、映画版でもこの役を再演した。イブリスターがホブソンの代役、ジョージ・パステルがロムの代役となった。 ニューヨークタイムズ紙の劇場コラムニストのブルックス・アットキンソンはディスターとパステルの出演するプロダクションを感激して平凡であるとの感想を持ったがスミスに関しては演技も歌声も称賛したアットキンソンはこの脚本は高水準の美しいミュージカルドラマ作品であるかもなく不可もなく上演され続けるだろうと語ったその後すぐにオーストラリア 日本およびヨーロッパ中で上演された。1956年4月および5月の3週間、ニューヨークシティセンター、ライトオペラカンパニーにより再演され、ジャン・クレートンおよびザカリー・スコットが出演し、ジョン・ファンリーが演出を務め、ロビンスの振り付けをジューン・グラハムが再現した。ロンドン公演に出演したミュリエル・スミスが、チャン・オー・ヒアクを映画版に出演したパトリック・アディアートが、 チュラーロンロー・オーも王子役を再演した。1960年5月、このカンパニーは3週間の契約で、バーバラ・クック、ファーリー・グレンジャー出演で再演し、ファンリーが再び演出を務めた。アットキンソンは、クックの澄んだ歌声を称賛し、徐々に役に威厳を持たせていると語った。また、グレンジャーについて、髪のある王様役で新鮮な視点と記した。ジョイ・クレメンツが、 タップティム役、アニタ・ダリアンが、チャンオー・ヒ役を演じた。1963年6月、シティセンターは、アイリーン・ブレナン、マノロ・ファブレガス出演で再演し、ファン・リーが、再び演出を務めた。クレメンツが、タップティム役、ダリアンが、チャンオー・ヒ役を再演した。1968年5月の3週間、最後のシティセンター、ライト・オペラのプロダクションとして、 コンスタンス・タワーズが、アンナ役、マイケル・カーモヤンが、王様役で上演された。ダリアンが、チャン・オー・ヒー役を再演した。1960年代のこれら3つのプロダクションでは、ロビンスの振り付けを、イライザ役ブロードウェイオリジナルキャスト及び、シティ・センター再演キャストのユリコが再現した。ロジャースとハマースタイン1964年中期、ロジャースがプロデューサーとして、 リンカーンセンターのミュージックシアターが、ニューヨーク州立劇場で、リーゼ・スティーブンスが、アンナ役、ダーレン・マクギャビンが、王様役、マイケル・カーモヤンが、クララ・ホム・首相役で公演を行った。フランク・ポレッタが、ルンタ役、リーベ・ベノラが、タプティム役、パトリシア・ニューエイが、チャン・オーヒ役に配役された。オリジナルプロダクション及び映画版に携わった。 アイリーン・シャラフが衣装デザインを務めた。エドワード・グリーンバーグが演出し、ロビンスの振り付けをユジコが再現した。ミュージックシアターの初上演作品となり、5週間の契約であった。1973年10月10日、ロンドンにあるアデルフィ劇場で再演され、260回上演の後、1974年5月25日に閉幕した。 サリーアンハウズがアンナ役、ピーター・ワインガードが王様役に配役された。ロジャー・レド・ファーンが演出し、シェーラ・オニールが振り付けした。1973年6月、このプロダクションは英語圏でのツアー公演を開始し、好評を得ていた。ガーディアンが身のマイケル・ビリントンは歌も演技も良いと記した。ビリントンはアンナ役のハウズを大絶賛したが、ワインガードについて、 王様役には繊細すぎると記した。レドファーン演出のプロダクションについては賞賛し、良いペースで進み、劇中バレーのアンクルトムの小屋はとても豪華だと記した。オブザーバー髪のロバートカシュマンはやや評価が低く劇的、経済的に不十分と記した。カシュマンはワインガードの王様役を威厳があるとして評価したが、ハウズはアンナ役には威厳が足りないとし、 歌声は美しいが、真面目すぎると記した。1977年のプログラム表紙1976年初頭25年間王様役を演じてきたブリンナーは、工業主のリーグラバーとシェディ・グロスから全米ツアー公演とブロードウェイ再演のオファーを受けた。1976年7月26日、ロサンゼルスにて、コンスタンス・タワーズが、 アンナ役で全米ツアー公演が開幕した。初日、ブリンナーは高等演により、ムスコロックがオーケストラピットから発する声に合わせて、口パクで演技をした。全米ツアー公演は各都市完売で、1977年5月2日、ユーリス劇場でブロードウェイ再演が開幕した。このプロダクションは、マーティン・ビドノビックがルンタ役、 イライザー役オリジナルキャストのユジコの娘スーザン・キクチがイライザー役に配役された。ユリコが演出及びロビンスの振り付けの再現を行った。シャラフーが再度衣装デザインを担当し、カーモヤンがクララ・ホーム首相役を再演し、ジューン・アンジェラがタップティム役に配役された。約2年かけて696回上演し、うち3週間、タワーズの代役にアンジェラ・ランズベリー、 ブリンナーの代役にカーモヤンが入った。このプロダクションはドラマデスクアワードミュージカル作品賞にノミネートされた。ブリンナーはユーリス劇場についてまるで公衆トイレのようだと語った。またブリンナーはツアー公演の劇場やユーリース劇場では楽屋を自分仕様にアレンジしていたと語った。ブリンナーの電気作家のミケランジェロ・キャプアによると 出演者たちはブリンナーが全米の舞台裏施設を改善してくれたと感謝していた。ニューヨークタイムズ紙のレビュー記者、クライブ・バーンズは再演について出演者がとても良い。ブリンナーの笑顔や魅力は開幕当時とほとんど変わらないとしタワーズは甘すぎず上品で美しいと評した。しかし、タイムズ氏の批評カメルの圧想は再演終盤で ブリンナーの惰性的カリスマ性には限りがあると記した。1977年のブリンナー。毎日最善を尽くしていると語った。1979年、ニューヨーク公演後、ブリンナーとタワーズが出演したツアー公演が再開された。1979年6月12日、このプロダクションはウエストエンドにあるロンドンパラディウムに移行し、 イギリスの舞台史上最大売り上げを記録した。ブリンナーは舞台は生ものであると語った。ロンドン公演ではバージニア・マッケンナがアンナ役を務めローレンス・オリビエ賞を受賞した。ジューン・アンジェラがタップティム役を再演し、ジョン・ベネットがクララ・ホーム首相役を演じた。1980年9月27日に閉幕した。 ブリンナーは、ロンドン公演終演後数ヶ月休みを取り、三度目の離婚をした。1981年初頭、同じプロダクションでの全米ツアーが再開し、ブロードウェイ公演に移行した。ミッチリーがプロデュース及び演出を務め、ロビンスの振り付けを1977年のユーリス公演に引き続きレグリーのサイモン王役を演じたレベッカ・ウエストが再現した。 パトリシア・マランドがアンナ役を演じ、マイケル・カーモヤンがクララ・ホーム首相役を再演し、パトリシア・ウェルチがタップティング役を演じた。1981年、ケイト・ハンター・ブラウンがアンナ役を後継し、その後の1年半以上演じ続けた。1983年までにメアリー・ベスペールがアンナ役に配役された。1983年9月13日、 ロサンゼルス公園にてブリンナーは王様約4000回記念公演を行った。しかし手術不可能な肺がんにかかり、主要縮小のための痛みを伴う放射線療法を受けるため数ヶ月間閉幕した。ワシントンポスト紙の批評家は1984年12月のブリンナーのさよならツアー公演と予想された公演を感激し、以下のように記した1951年。 ブリンナーがオリジナルプロダクションに出演した時、彼はまだ新人で、ガートルード・ローレンスはスター女優であった。33年が経ち、上演回数は4300回となり、彼は王様役だけでなく、舞台の王様となった。演技の天才であるだけでなく、この長期間、役を改善する才能もあるに違いない。表情も動きも適切である。腰に手を当てる仕草。 坊主頭、コア表が P&G のミスター・クリーンを思い起こさせ、ミスター・クリーンは最初にブリンナーを思い起こさせる。1985年1月、ニューヨークにあるブロードウェイ劇場で191回上演され、ブリンナー、ペール、ウエストが再び出演した。イライザ役はブリンナーの4番目の妻ケイシー・リー・ブリンナーが配役され、 新人のジェフリー・ブライアン・デイビスがルイス役を演じた。この間、ブリンナーは耳と喉の感染症でエープ・ソウル・モントが歌えなくなったが、バルコニーの上でエネルギーを爆発させていた。ブリンナーはトニー賞において特別賞を受賞し、そしてアンナ役のペールは女演女優賞に、リーは演出賞にノミネートされた。ニューヨーク・タイムズが身の批評家のフランク・リッチは ブリンナーをアンナに挨拶するザ・マーチ・オブ・ザ・サヤミ・ミーズ・チルドレンでの子供たちとのコミカルな父親、そしてもちろん臨終のシーンなどが最高であった。役者としての力を兼ね備えたスターであるブリンナーは王様と私に不可欠であると称賛したが、プロダクションに対しては活気がないと記した。1985年6月30日の閉幕日。 ブリンナーの4625回出演に敬意を表してスペシャル版で上演された。閉幕から4ヶ月も経たない10月10日、ブリンナーは亡くなった。1989年8月から1990年3月、北米ツアー公演が行われ、ルドルフ・ヌレイフが王様役、リズ・ロバートソンがアンナ役、カーボヤンがクララ・ホーム首相役に配役され、 ロビンスのオリジナルの振り付けでアーサー・ストーチが演出した。レビューは一様に批判的で王様役を演じたヌレーフに関して招かれざる客である住ねた若者のようにその辺に立っている。ダンス曲でさえうまくいっていない。ロジャースとハマースタインの王様は人の心を引きつけるものであるがヌレーフの王様は曲サムシング・ワンダフルに描かれているものと全く違う。 そのため皆が恐ろしい有権者と関わっているように、予想をう茶番に見え、個性がほとんど見えないとされた。1991年、オーストラリアにて、オリジナル公演から離脱した新解釈の再演が行われ、クリストファー,アーレンショーが演出を務め、トニー・マリニョが王様役、ヘイリー・ミルズがアンナ役を演じた。連章は記録されていた演出法を全く無視し、 連勝が考える真の太陽国に近づけるようにした。装置はエレガントさが減って暗くなったが、アンナと若い王様が際立つようになった。アンナと王様の関係性はよりわかりやすくなった。連勝はセリフや歌詞をいくつかカットし、外国の雰囲気を強調するためタイの言葉にしたものも、ある年、アジア人役はすべてアジア人俳優が演じた。連勝は、 ラーラ・ボビッチに第一幕の王様登場シーンと第二幕の白い像の登場シーンのロビンスの振り付けをスピリチュアルバレーに作り変えるよう頼んだ。連勝によると宮殿では赤や金色がとても印象的となり、装置、衣装関係はバンコクの宮殿などのイメージ、建築などのデザインの影響を受けていた。例えば舞台は像をかたどっ柱で囲み、第一幕に 大きなエメラルド物が登場し、あちこちに数多くの像のイメージが散りばめられた。伝承は、像はとても神聖なものであり、タイの国民たちは、ふっつの化身だと信じていると語った。スタンリー・グリーンは、辞著、エンサイクロペディア・オブ・ザ・ムシカル・シアターの中で、王様と私は、民族や文化の違う人々との相互理解の重要性が、中心テーマと記したが、 連勝は1950年代の特定の文化の真の理解というよりも異国趣味として使用されるオリエンタリズムであると感じていた。このプロダクションは連勝が実際訪れた大の真の文化、美観、宗教観として宣伝された。プレイ・ビィル氏は東洋大西洋のイデオロギーと文化のぶつかり合いと記した。芸術学教授アイリーン・ブルメンタルは ポリティカルコレクトネス世代の作品と語った。ブルメンタルは王様と私におけるアジア文化の扱いは初演から半世紀近く心ない理解をされているとする一方、ロジャースとハマースタインの脚本自体は東洋が西洋から学ぶのと同様、西洋も東洋から学ぶとし、アジアの主題の扱いは作り事であって現実的ではないとの前提であり、 この頃のオリエンタリスト文学の中では最も気配りがされているとしている。ブルメンタルは王様と私は西洋人なら誰にでも起こりうる話であり、仮作であるため上演をやめるべきではないと語った。1996年4月11日、ブロードウェイにあるニール・サイモン劇場で再演され、ドナ・マーフィーがアンナ役を演じてトニー賞を受賞し、ルーダイアモンド・フィリップスが 王様役を演じた。ランドールダク・キムが、クララ・ホーム首相役、ホセ・ラナが、ルンタ役、ジョヒー・チョイが、タップ・ティム役、イー・キムが、チャン・ウー・ヒー役に配役された。ジェナアウシュ・コーイッツが、子役の一人として、ブロードウェイデビューした。トニー賞において8部門にノミネートされ、サイエンミュージカル作品賞の他3部門を受賞した。トニー賞に、ノミネートされたフィリップスとチョイは、 シアターワールド賞を受賞した。またドラマデスクアワードにおいて7部門にノミネートされ、サイエンミュージカル作品賞を受賞し、連賞は演出賞を受賞した。衣装デザインのロジャー・カーク、装置デザインのブライン・トンプソンは、そのデザインの豪華さを称賛され、トニー賞及びドラマデスクアワードの両方を受賞した。後期にアンナ役がフェイス・プリンスに交代し、その後、 マリー・オズモンドが後継し、王様役はケビン・グレイに交代した。このブロードウェイでの再演は780回上演された。その後全米ツアー公演を行い、ミルズがアンナ役、ビクター・タルマジが王様役を務めた。このツアーでのアンナ役には他に、オズモンド、サンディ・ダンカン、ステファニー・パワーズが配役され、1998年6月、シカゴにて、 アンナ役は、モーリン・ワガバンが務め閉幕した。2000年5月3日、ロンドンパラディウムにて開幕し、カークとトンプソンのデザインを使用して、連勝が演出、ラドビッチが振り付けを行った。前売りチケットを売り上げ800万ポンドと報じられた。エレイン・ページがアンナ役、ジェイソン・スコットリーが王様役、ショーン・ガジがルンタ役、 ホーイーがクララホーム首相役に配役された。テウォン・イー・キムがチャン・オー・ヒー役を再演し、オブザーバーは何か光るものを持っていると記した。ローレンス・オリビエ賞のミュージカル作品賞にノミネートされた。上演期間後期、王様役はリーからポール中内に交代した。大役はアンナ役にジョシー・ローレンス、王様役にキオール・フォード、クララホーム首相役に サイード・ジャフリーが配役された。この公演はおおむね好評であった。デイリー・ミラー紙は、昨夜の王様と私再演は大成功であったと記した。デイリー・エクスプレス紙は、好き嫌いにかかわらず、王様と私のヒットは止められないと記した。しかし、バラエティ氏は王様とアンナの間の感情に欠けるとし、チャン・ウォーヒが大絶賛される一方、シャムの何かが誤って描かれていると記した。 2002年1月5日、閉幕した。2004年中期、全米ツアー公演が開幕し、5歳の時に、子役で出演したことのあるベイオークリーが演出し、スーザン・キクチが、ロビンスの振り付けを再現した。サンディ・ダンカンが、アンナ役を再演し、1977年に、ブロードウェイで、ルンタ役を演じ、1999年に、アニメ映画版で、 王様の声を担当したマーティン・ビドノビックが王様役を演じた。2005年、ステファニー・パワーズがダンカンの光景となった。2005年11月、上演期間終盤、バラエティシワ、D の演出は作品自体の美しさとそのエキゾチックさを用いて成功を収めたと記した。2009年6月、ジェレミー・サムズが演出、菊池が振付を担当し、 ロンドンにあるロイヤル・ワルバート・ホールで期間限定公演が行われた。マリア・フリードマンがアンナ役、ダニエル・デイ・キムが王様役を務めた。2011年12月から2012年5月まで、ラモン・ティカラムが王様役、ジョセフィーナ・ガブリエルがアンナ役、ポール・ケディーソンが演出、デイビッド・ニーダムが振り付けで、全英ツアー公演が行われた。2014年6月、 パリのシャトレザでリーブレイクリー演出、スーザン・グラハムがアンナ役、ランウェール・ウィールソンが王様役、リサ・ミルンがチャン・オー・ヒ役で、英語版王様と私が上演された。ニューヨーク・タイムズ紙は、フランスの批評家が探し求めていた最高傑作が新たな演出で上演されたと記した。2014年4月、オペラ・オーストラリアによるのプロダクション再演が、 シドニー、メルボルン、ブリスベンで行われ、連勝が演出、リサマキュンが、アンナ役、テディタ・フローズが、王様役を務めた。複数の批評家が、シャムの宮殿を未開の地として描いたことに疑問を持ち、大人たちが、イギリスの文化を誤解していることを笑う物語が、なぜ再演されたのかと語った。2015年、ビビアン・ビューモント劇場にて4回目の、 ブロードウェイ再演が上演され、3月12日からプレビュー公演、4月16日から正式に開幕した。バートレットシアが演出、ケリー・オハラがアンナ役を務め、渡辺健が王様役でアメリカでの初舞台を踏んだ。ルシー・アン・マイルズがチャン・王妃ーヒ役、ポール・中内がクララ・ホーム首相役、アシュリー・パークがタプティム役、コンラド・リカモラがルンタ役、 ジェイク・ルーカスが、ルイス役、エドワード・ベイカー・デュリーが、ラムゼー協約を演じた。クリストファー・ガッテリーが、ロビンスのオリジナルの振り付けをもとに振り付けした。マイケル・イヤガンが装置デザイン、キャサリン・ザワーが衣装デザイン、ドナルド・ホルダーが照明デザインを担当した。ホセラナ、フンリー、ダニエル・デイ・キムなどが、王様役の代役となった。マリン・ベイ・ジーなどが、 アンナ役の代役となった。レビューは一様に賞賛しており、ニューヨークタイムズがのベンブラントリーは、華やかなプロダクションと表し、おはらら出演者、演出、振付、デザイン、オーケストラを賞賛し、視野の演出について、まだ色あせていないヴィンテージ素材に光を当てつつ、親しみを込めて、改訂を行ったと語った。トニー賞において、 渡辺に対する主演男優賞を含む9部門にノミネートされ、再演ミュージカル作品賞、ミュージカル主演女優賞、助演女優賞、衣装デザイン賞の4部門で受賞し、ドラマデスクアワードでも再演ミュージカル作品賞を受賞した。538回上演後、2016年6月26日に閉幕し、11月にローラ・ミシェル・ケリーが、アンナ役、ラナが、 王様、役、ジョアン・アルメディラが、チャン王飛役で、全米ツアー公演が開幕した。王様と私は、コミュニティシアター、学生演劇、サマーキャンプ、地方劇団などで人気の演目として演じられ、続けている。1965年4月、梅田駒劇場で初演された。演出は、東方専務であった、菊田和夫、翻訳は、東方副社長であった、森岩夫、 役所は、小シジ吹雪のマネージャーであった、岩谷時子、音楽監督は、小シジの夫の内藤常美が担当した。同年12月に、東京宝塚劇場で再演された公演が、1966年に、第11回テアトロン賞を受賞した。2012年公演では、映画演劇文化協会の公益事業、ハローミュージカル、プロジェクトとして上演された。 王様役は22年ぶりの松平健が配役され、アンナ役には当初期情景が配役されていたが急性肺炎で降板し、渋木敦氏が配役された。1956年、ブリンナーが王様役を再演し、デボラカーがアンナ役を演じて、映画、王様と私が制作された。アカデミー賞において、監督賞。 主演女優賞を含む9部門にノミネートされ、主演男優賞、衣装デザイン賞を含む5部門で受賞した。ウォルター・ラングが監督、ロビンズが振付を担当した。リタ・モレノがタップ・ティム役に配役され、サンダースがチャン・ウォー・ヒ役、アディアートがチュラーン・ロン・コー・オーム・王子役、ベンソンがクララ・ホム首相役を再演し、ユリコとドラペがダンサーとして出演した。そして、 マーニー・ニクソンが、アンナ役の歌の吹き替えを行った。アラン・モーブレイが新たな、イギリス大聖役を演じ、ジェフリー・トーンが講師で亡くなった、エドワード役を演じた。映画版の脚本は、舞台版を忠実に再現しているが、いくつかの曲がカットされた。評判は高く、トーマス・ヒス・チャックは、次女、ザ・ロジャースハマースタインエンサイクロペディアの中で、ロジャース ハマースタイン作品の映画化の中で最高傑作と記した。ただし、大政府は舞台版も映画版も対応室に対する名誉毀損として上演及び上映を禁止した。1972年9月17日から CBS にてミュージカルではないドラマ版アンナと王様がブリンナーが王様役で放送されたが12月31日に 第13エピソード放送後シーズン半ばで打ち切りとなった。舞台版の脚本に大まかに沿った物語で王様とアンナの関係に焦点を置いていた。サマン・サエッカーがアンナ役、ブライアントチがチュラーアン・ロン・コー・オーム・王子役、ケイ・ルークがクララ・ホーム首相役、エリック・シアがルイス役、リサルーがチャン・オー・ヒー役、ロザリンド・チョウがセレナ・王女役を演じた。 原作者のマーガレット・ランドンはこのドラマに納得せず、自身の作品を不正確で、尻滅裂な描写にされたとして著作権侵害とともに、制作側を訴えた。しかし、著作権侵害の訴えは敗訴となった。1989年2月から1990年9月まで、ロビンズが手掛けた初期のブロードウェイ作品から構成され、自身の演出によるブロードウェイレビュー。 ジェローム・ロビンズのブロードウェイが上演された。トニー賞においてミュージカル作品賞を含む6部門で受賞した。王様と私からは菊池がエリザ役を務め、シャル・ウィーダンス、ザ・スモール・ハウス・オブ・アンクル、トーマスのバレエが取り上げられた。ユリコは振付再現アシスタントを務めた。1999年、リッチクレスト・アニメーション・スタジオとモーガン・クリーク・プロダクションはアニメ版、 王様と私を公開した。いくつかの曲や登場人物は重なっているが、ロジャースハマースタイン版とは関連がない。子供向けに作られているため、竜を含む動物たちが登場する。ミランダ・リチャードソンが、アンナの話し声、クリスチャン・ノルが、アンナの歌声、マーティン・ビドノビックが、王様、役、イアン・リチャードソンが、クララ・ホーム首相役、アダム・アイリーが、 イス役を担当した。ヒスチャックはこのアニメ版に納得しなかったが、声やエンドロールに、バーブラストライサンドの1985年のアルバム、ザ・ブロードウェイアルバムから、I Have Dreamed, We, Kiss In, A Shadow, サムシングワンダフルのメドレーが流れたことを評価した。ヒスチャックは、ロジャースハマースタインオーガニゼーションがこのアニメ版作成を許可したなんて、そして、 初演から約50年が経ち、子供たちが踊る竜に頼らずに、舞台版の王様と私を楽しんでいるのにと驚きを伝えた。オーガニゼーション代表のテッドチャピンは、派生作品の許可を与えた最大の失敗作と語った。リチャード・ロジャース・ロジャースは音楽にアジアのテイストを加えることを考えた。エプ・ソールモントの超二度、ウィー、キス・イン、A ・シャドウのフルートのメロディ、空虚五度、 マイロードマスターのエキゾチックなコードなどに表現されている。ザ・スモール・ハウス・オブ・アンクル、トーマスの曲はロジャースは一部しか手をつけておらず、ハロー、ヤング・ラバーズやエープ・ソール・モントから引用しつつ、ダンス・ミュージック・アレンジャーのトルード・リットマンがそのほとんどを作曲した。依然、小中運では、アーバフォームが主流であったが、王様と私はそのフォームとは違っていた。アイ・ハブ・ドリームドは、 最初から最後に次のメロディが被るまで、同じテーマがバリエーションを変えて繰り返された。Getting to No y u の3連符と4分音符2つで構成される最初のゴーンも何度も繰り返される。作家のイーサン・モーデンによると、お決まりのフォームを取り入れないことにより、何度聴いても色あせない。ロジャースとハマースタインは、シチュエーションやキャラクターを描き、観客を驚かせる。ロジャースの電気作家、 ウィリアム・ハイランドによると、王様と私の音楽は、純粋に観客を楽しませる音楽を使用している、南太平洋よりも物語に沿っている。例えばオープニングの、アイホイッスル・エイ・ハッピー・チューンではアンナが幼い息子と、共に見知らぬ土地に足を踏み入れることへの恐れを、表現しつつ、快活なメロディで、アンナの決意に気を引き締める様子も表現している。ハイランドは、ハロー。 ヤングラバーズは最初の8小節に2コードしか使用していないシンプルな曲でありながら直接感情に訴えるロジャースの典型的バラードとした。1951年、デッカレコードからオリジナルキャストレコーディングがリリースされた。ジョン・ケンリックはルンパ役のラリー・ダグラスとタップティム役のドレッタ・モローのカップル、そしてアンナ役のローレンスの心のこもった演技を称賛した。 ケンディックは、シャルウィーダンスは短縮され、子供たちの声は入っていない。コーラスの入った、ゲッティングツーノーユーは、大人っぽい仕上がりになっていると記した。2000年、このアルバムは、グラミー殿堂入りした。ヒスチャックは、ロンドンキャストアルバムについて、アンナ役のバレリー・ホブソンの声はローレンスほど、力強くなく、聞き所は、チャン・オーヒー役のミュリエル・スミスの、 サムシングワンダフルであるがカットされすぎていると語った。ヒスチャックは映画版でのあんな役、歌声吹き替えの周ーニ,ニクソンの歌声を称賛した。ケンリックは映画からカットされた曲も収録されていることを評価し、またニクソンの歌声を称賛して映画の見た目だけでなく歌声を聞きつつ映画を見ることを推奨した。1977年、ハロー、ヤングラバーズ。 アンナ役はタワーズ、タプティム役は、ジューン・アンジェラ、チャン・オーヒ役は、ハイユン・チョイ・ケンリックは、初期のものでは1964年のリンカーン・センターキャストレコーディングを気に入っており、特にアンナ役のリーゼ・スティーブンスとチャン・オーヒ役のパトリシア・ニューエイの演技を称賛した。これまで LP レコードの収録可能時間である約50分を超えるためカットされていたザ・スモール・ハウス・オブ・アンクル・トーマスが、 初めて収録された。ケンリックは1977年のブロードウェイサイエン版のアルバムが最も満足できると語った。ケンリックはブリンナーの最高傑作としタワーズを偉大、ビドノビック、アンジェラーなどの女演俳優らを素晴らしいと評価しザスモールハウス・オブ・アンクル・トーマスがカットされたことは残念だと語った。ヒスチャックは 活気のあった初期のブリンナーを好む者もいると思うと語った。ケンリックは1992年のエンジェルスタジオ版を好み、舞台でアンナ役を演じたことのないジュリー・リュースのアンナ役を魅力的だと評した。ケンリックは1996年のブロードウェイサイエン版レコーディングのアンナ役のドナマーフと王様役のリューダイアモンド・フィリップスを称賛し、フィリップスについて ブリンナーのイメージを払拭した数少ない俳優と評した。ヒスチャックは1999年のアニメ版のサウンドトラックに関し、アンナ役のクリスチャン・ノル、王様役のマーティン・ビドノビック、そしてバーブ・ラ・ストライサンドはアニメ映画自体よりもサウンドトラックとしてとても良かったと語ったが、ケンリックはこのサウンドトラックの CD はコースターとして使用したと語った。1951年、 シャル・ウィー・ダンス。アンナ役のローレンスと、王様役のブリンナー。初演のレビューは大変好評だった。ニューヨーク・ポスト紙のリチャード・アッツは、ロジャースハマースタインの新たな傑作と記した。批評家、ジョン・メイソン・ブラウンは、ロジャースハマースタインは再び成し遂げたと語った。ニューヨーク・タイムズ紙の激評家、ブルックス・アトキンソンは、ロジャースハマースタインは目新しいことに、 挑戦してはいないが、再度舞台作品を作り上げた。王様と私は、美しく愛すべき作品であると記した。しかし、ザ・ニューヨーカー氏のジョンラードナーは、数少ない批判をし、ロジャースハマースタインのミュージカルは真面目すぎると、感じるものでさえ満足できると記した。ニューヨーカーヘラルド・トリビューン紙のオーティス・ガーンジーは、昨夜のようなミュージカルや主役はもう出てこないだろう。 ブリンガーのような役者になるのは難しい。この10年で最も素晴らしい公演であったと記した。オリジナルロンドンプロダクションの評価はおおむね、好評であった。オブザーバーのアイバー・ブラウンは、何年もドルリー・レインで上演し続けるだろうと語った。タイムズ紙の匿名の批評家は、ギルバートサリバンを引き合いにし、ロジャースは王様の描き方を、サリバンのものより破天荒にし、ハマースタインは、 ギルバート風ユーモアをとてもうまく取り入れていると記した。デイリーエクスプレス紙のジョン・バーバーはあまり良い評価をせず、帝を甘ったるくしたような作品とし、本当に歌えるのは、チャン・ンー飛躍のミュリエル・スミスのみだと記した。1977年、ブロードウェイプロダクションのブリンナー1963年、ニューヨーク・タイムズ紙のレビュアーである、ルイス・ファンクは、ハマースタインは、 イギリス人女性の冒険、昇進、成功の物語に寛大な心を吹き込んだ。世界観を持つ男を通して、ハマースタインは、ランドンの本により、人間としての運命共同体に対する考え方を、語る機会を得たと記した。14年後、タイムズのレビュアーであるクライブ・バーンズは、素朴で穏やかである。笑いや甘いセンチメンタルな涙で、光が当てられたとしても、 我々はその死でさえもハッピーエンディングと感じることができると記した。1996年のブロードウェイ再演は賛否両論であった。ニューヨークタイムズ紙のビンセント・キャンビーは好ましく思わずまるで100万ドルをかけた地方劇団がブロードウェイで上演しているようで落胆させられた。音楽は魅力的なままであるが何かが舞台の想像力に 重大な失敗をさせていると記した。しかしジャーナリストのリズ・スミスは完璧と絶賛し、ヒューストン・クロニクルが見は続くツアー公演について、ドラマ、音楽、ダンス、装置の融合が観客を忘れられない旅に連れて行くミュージカルの本質と記した。シカゴ・トリビューンが見の批評家、リチャード・クリスチャンセンはオーディトリアム劇場で行われたツアー公演について、 より緩やかで素朴であり、やや公平性に欠け、王様と私は1990年代の英国王や英国民の関心事を見下すことへの負担から逃れることはできない。また物語の進み方は、現代においてはややゆっくりすぎると語った。2000年、ロンドン公演が行われたが、一様に好評であった。フィナンシャルタイムズは、異言があり、 壮大に上演された本物の最高ミュージカルの一つと記した。2015年のブロードウェイ再演も一様に好評であった。ニューヨークタイムズ紙のベンブラントリーは輝けるプロダクションとし以下のように語った1996年のプロダクションにおいてビクトリアニズムから生まれた BDSM 的な暗い緊張関係及び東洋の感性はシャムに伝えられた。 演出家の視野は強力な修正主義者ではない。視野は古い素材を用いて美しく輝けるはずであった外見を激しくかき回すために暗い感情の深さをうまく使用した。公演は外観的でありながら個人的でもあり気持ちを伝える歌ときらめくミュージカルのセットとのバランスがよく取れている。演出は感情の表現を強めている。単なるダンサー。 エキストラ、その他体制はおらず、美しい東洋のエキゾチックさを思い浮かべることができる。愛についての様々な形式での描き方や、ロジャースハマースタインの劇的なバラードは、美しいニュアンスや確実性を持っている。バラエティ氏のマリリン・スタシオはこのプロダクションについて、豪華で、実に、素晴らしいと評した。スタシオは、適切なテーマである。伝統的な東洋文明に、 西洋文明が教えようとするダイナミックな不協和音であると記した。USA Today 紙のエディサガードナーは、笑いと涙が引き起こされるとして、異文化の人々を注意深く見ているが、明るく共通点を見つけ出し、とても感動する。ロジャースハマースタインの輝く音楽のように、質感ある人間性や寛容さは、時が経つにつれ反響が大きくなるばかりであると記した。 現代の感性における歴史的正確さや暗いテーマはレビュアーの一部にオリエンタリズムを現代の価値観における人種差別や女性差別に結びつけさせてしまう。作曲家のモハマド・フェアラスなど他の批評家たちは50年以上前に書かれた作品だとしてもラマー4世を子供じみた某君にシャム宮殿の人々を幼児化させて描くなど歴史的に 不正確な差別的作品を改めることができていないと主張している。作家のベンジャミン・アイブリーは、ロジャースハマースタイン・オーガニゼーションは、東南アジアの歴史や芸術への人道的対応として作品を封印すべきと語った。初演から50年が経ち、ロジャースの電気作家、メリル・シー・イクレストは作品について以下のように語った、王様と私は、 アンナの亡くなった夫への愛、そして王様の第一歳であり、知り合いの男性が傷つけられたチャン・王妃ーヒーへの愛、禁じられ絶望的な愛、やっと気づくが実らぬ愛など、様々な愛に関する物語である。ありがとうございます。